本を読んでトラウマになったことはあるだろうか。怪談は人として大切なことを教えてくれる。だから、絵本を通して良質な怪談を届けたい、そんな願いから生まれた、怪談絵本シリーズ。今回紹介するのは、オンダリクサク、鏡の中。鏡というのは、どこか不気味で、スピリチュアル的なものも感じる。本作は、そんな鏡の中の世界を描いた話。主人公の少女は、日常生活の中で、どこにでも鏡があることに気づく。そして鏡の異様な性質に疑問を持っていた。正面に映ったものを、あべこべに映す。そして、毎回正しく映すわけではないことも。鏡の中の住人が外の世界に出るには、外の世界の住人と入れ替わるしかないからな。鏡の中の住人は何がしたいのか、今一度確認する必要がありそうだな。それでは問う。お前は、誰だ？